まずはアウターを探しましょう。真冬コーデだよね。ね、リサ姉さんそんな真冬コーデなんて、まあ、ざっくりと ねこのヒョウ柄のコートもかっこよくないですか。かっこいい。いい肌触り。肌触りって大事よね。待って、絶対あったかいものがあった。あ、本当だね。リサ姉さん着てそうじゃない。確かに。あ、見て、見てください、リサ姉さんあったかいですよこれ。本当だ、あったかそう。これだったら冬をしのげそう。え、私これにしよう。え、これどんぐらいの。もう決まったの。え、待って、これ真冬でしょ。うん。あ、これ重そうに見えるけど結構軽いです。あ、そうなんだ。あ、見て、これヒールでも可愛いね。それ可愛い。守ってあげたくなる。うん、守りたくなる。ちょっとだけね、ちょっとだけ。リサ姉さんですって。こういうの着たことないかも。すごい可愛い感じでいいかも。よいしょ。でもこれ、でもこれすごく良さそう。あ、まこさん優柔不断今発揮してんです。ワイヤー、 あった。どう、これさ、すごく良くない。絶対これはこんなになんかっても完璧すぎる。ね、薄いのにすごくあったかい。お、丈が短い感じね。今年流行ってるよね。あ、やっぱりもう見つけちゃったみたい。ね、まだ早すぎない？これ良くない？すごく合ってない？待って、リサ姉さんっぽい。かわいい。この上が厚手なんで、中が薄手でも絶対に暖かい。やっぱりこの下を黒で足長効果をしたいっていう。これにしよう。え、どうしよう、すごく迷うよ。でも黒かっこいいな。これは難しいわ、リサ姉さん。なんかダウンって結構なんだろう、かっこいいっていうか、かっこいいスタイルになっちゃいがちだけど、なんかこういう合わせ方したらちょっと女の子っぽさも出るんじゃないかな。いや、決まったね。うん、着替えちゃおう。着替えよう。じゃーん、決まりました。私のポイントはダウンを使うと男の子っぽい感じが出ちゃうと思って、だから中は流行りのキャミのワンピースを使ってショッピングに来てる感じのコーデで作りました。はい、みなみちゃん。私はですね、デニムのコート、やっぱりここまず新しいと思って、ちょっと大きめなので中はこう結構キュッとしたくて、ちょっと短めのトップスに、下はこの黒のスキニーと黒の靴で、こう足長効果をちょっと表現したくて、簡単にまとめますと、ロシアでコーヒー飲みたいな風コーデです。リサさん、ぜひ私たちのコーデ参考にしてみてください。ファッションはバッチリ。じゃあメイクも真冬仕様にしていこう。皆さん、今日の私のメイクどうですか？ちょっとしっとりした感じしませんか？実は今日はこちらのモイストタイプを使っています。冬はすごく乾燥するので、こちらのモイストタイプがおすすめです。